こんにちは、東京新地図コンタッケです。本日も YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。この場所なんですけどもね、この場所に立つのは約1年半ぶりですね。2022年の10月1日にこの場所からですね、動画を撮ってお届けしております。その翌日の10月2日にですね、小田急百貨店が閉館するということでここからお届けしたんですが、あれから約1年半の月日が経ちまして、ご覧ください、完全に解体されましたね。小田急百貨店何も残ってないですね。小田急百貨店ですが明日で閉館してしまいます。見えますか、わかります、アルタが見えるんですよ。東口のアルタがですね、ここから見えるんです。こんな景色今しかもう見られないと思いますよ。この後ここに新たなビルがまた建ちますんでね、それが建つとまた東側の風景はもう見られなくなると思いますよ。ですから、この西口、新宿西口から東口の風景をこうやって見られるのは今だけですよ。急いでください。はい、ということで、今回の東京新地図はね、ショートバージョンで今の新宿西口はどうなったということで、この新宿駅界隈をねちょっと散歩する回でございますが、前回のこの、22年10月の時の動画でも言いましたけど、この小田急百貨店の後、この後ねまた新たに48階建てのビルが建ちます。はい、230メートルって言ったかな、地上。今2024年ですので完成が2029年度っていうふうに発表されてますね。ここに48階のビル、都庁より高いですね。このちょっと今都庁は見えないけども、この後ろの方に都庁がありますが、都庁は45階建て、ね、それよりも大きなビルはここにドーンと、あと5年後ぐらいに建つ予定でございますね。今新宿一帯が再開発することになっていて、この小田急の横に京王百貨店もあるんですが、これもそれからその後ろにルミネの建物もあるんですけれども、これもやがて建て替えが決まっております。でもそちらはですね、もう少し先で2040年頃と言われてますので、まだ15年後ぐらい先になるんですよね。でも今この新宿一帯、新宿グランドターミナル構想というのが掲げられていて、このね新宿駅もすごく大きく変わりますよ。西口から東口に渡るデッキができたりね、今いろいろこの東口にも新たなビルが建ったり、今ここも何もないけど明治安田生命のあったビルも今建て替えようとしてますし、新宿一帯が今変わろうとしてますね。クレーン、大きなクレーンが3基立ってますよね。5年ですからきっとあっという間にここにドカーンとどでかいビルが建つんだと思います。48階建てのビルがこの西新宿に建とうとしています。ということで、ちょっとあっちの方も歩いて行ってみましょうか。本日はこの新宿駅周辺を散策してみたいと思います。ここがですね、
小田急ハルクの前の2階のデッキですね。今ここから駅の方見てますけども、もうあの茶色のね、色の小田急百貨店、跡も形もありませんね。でクレーンが3機立って今新たな新築工事を行っているということで、いやしかしもうあんなこの下に駅があるのにね、その駅は、動かしたまんま、動線は、動かしたまんまで建物を解体するってすごい技術ですよね。はい、いやこの先カリオン橋って言って、ね、小田急百貨店と橋が直でつながってたんですけど、もうそれももう撤去されてなくなってますね。建物の横の歩道はまだ歩行可能ですね。まあ、ここね通れなくなったら大変だもんな。でも完全に覆いがされていて、ちょっとね道路なんかも狭くなっていてね。で以前はその駅から出て地上に横断歩道があって、このバス乗り場の方に移動できたんですけど、その横断歩道がなくなって、今はもう地下から階段で登らないと、バス乗り場の方には行けないという感じですね。あっちが明治安田生命なんでね。で小田急百貨店があった場所、完全に解体されてます。クレーンが3機して、ここに48階の、新たな小田急が、2029年度に完成ということですね。すごい。でこの後ろ側に現在の小田急百貨店、こうやって間近で見るとめちゃくちゃでかいよね。この上ね、この上にカリオン橋があったんだけども、撤去されてるね。だから以前はあの下でね、路上ライブなんかやってたんだけども、歩道橋自体がもうないから、何年か数十年ぶりにこう日差しが入り込んでる感じ。あとこのすぐ前には丸の内線の新宿駅の階段のね入り口があったんですけれども、それももう閉鎖されてますね。
この小田急百貨店 の地下なんですけども、地下は東京メトロの丸の内線の新宿駅になってるんです。この小田急百貨店のビルと一体になってるんですね。ですから、これもこの東京新地図で2年ぐらい前にやりましたけれども、メトロ食堂街というのがね、この下にありましたよね。あれも2年ぐらい前に閉館になりました。それも今回の小田急の、小田急百貨店閉館と同じですね、再開発によるのが理由なんですね。ここもまとめてねビル建てますから、それでメトロの食堂街も閉鎖し、今回はこの小田急の本館も閉館ということで、徐々に計画は着々と進んでいるということなんですね。カリオン橋の下なんですけどね、こんな東京の案内板ができたんですよ。昔こんなのなかった。ポストは昔から20年以上前からありますよ。でここにもなんかフェンスができちゃってさ、誰も入れなくて、昔ここにずっと、ね、ホームレスがね常にねこの場所にいたんですよ。でこの場所は私にとって非常に思い出の場所でね、ここでも常にねフォルクローレやってたんです。南米アンデス音楽、ここで演奏してね、たびたび警察に止められたり、まあ、ヤクザが来てね、お話題を求めに来たりと、まあ、いろんなトラブルがありながら、いろんな私の友達のバンドもたくさんここでやってましたよ。南米アンデス音楽ね。新宿駅の地下の方にやってきましたけどね、今もいろいろ鉄筋が建てられて工事やってまして、でここの中ね、ここの動線は動かしたまんま小田急の新築工事やってるわけですよ。まあ柱とかね、いろいろ結構バリケードというか、覆いがされていて、以前よりもすっごい狭いんです。この中めちゃくちゃ歩きにくいんですけど、ただ人の流れを止めることはなくですね、動かしたまんま、建物だけを建て替えるというすごい工事を今やってますね。だからね、この中も例えば京王線の方から丸の内線の方に行く時も、もう通路が狭くって、数本しかね道がなくてね、以前に比べてめちゃくちゃ行きにくいです。めちゃくちゃ混雑してますだから、まあ、だけどこれは新しい、ね、ビルを建てるまでの間は仕方がないのかな。西口からですね、
新宿東口のアルタの前までやってきました。やっぱり、ね、その小田急百貨店が解体されたことによって東口から見るですね、西口もこうガラーンとした感じ、やっぱいかに小田急の建物が大きかったということだよね。横たわっていた小田急の建物がないから、西口の工学院大学とか、ね、あのほら新宿郵便局まで見えますよ。この風景も今だけですよ。ここにまたビルが建ったら、ここから西口はあんまり見られなくなりますよ。ですから撮影とかするんだったらもう今のうちに、西口からも東口からも遠くがすごく、ね、くっきりと見えるというね、はい、今だけの風景です、新宿。後ろが京王百貨店の前で、ここにかつて小田急の正面入り口があったと。なんか今少し歩道がここは広くなっていて、なんか路上ライブなんかもやってますね、うん、こっち側にこう横断歩道がここにあったんですけど、横断歩道をちょっと今廃止になって、もうそっち側には地上からは行けないというですね、地下からね階段で行かないとバスターミナルに行けない。あとさっき地下からも見ましたけど、今そこに橋のような鉄筋が立ってるんだけど、ちょっとこれは工事用なのかちょっとわからないんですけど、一応計画では今後ここに新たな、ビルができたらですね、西口から東口に渡るデッキもねできるっていうのは計画で発表されてるんです。大きなクレーンが立ってますね。ここは西口の小田急百貨店の入り口真ん前ですね。ここが明日で閉館ですね。そしてこの後ろに見えるあっちの小田急ハルクの方に、まあ、移動するんですがね、まあ、元の場所に戻ると言いますかね、この本館はもうできてから55、6年経ってるのかな、うん、いやこのね非常に大きな建物ですが、ここに48階建てのビルが建つということですね。季節に僕らは初めて手をつないだ歌詞
ここはですね、京王百貨店の屋上ですね、京王スカイガーデンなんていうふうに言いますけども、後ろ側に西新宿の超高層ビル群が見えていて、この後ろにはね、この小田急ビル建設の3機のクレーンがね見えてますね。ここね、夏になるとね、あの京王の屋上といえば夏はビアガーデンで有名なんですが、もう小田急の建物がないから、東急歌舞伎町タワーとか、あの茶色い西武新宿駅なんかももうね、直に、見ることができますね。で、後ろには西新宿の高層ビルと、いやー広いですね。とっても今日は青空が綺麗な東京です。東京新地図、今回はですね、ちょっとショートバージョンでね、短いバージョンでお届けいたしましたけど、西新宿、新宿西口の小田急百貨店がですね、閉店してから約1年半ということで、完全に解体されて、今この瞬間だけ西口から東口のアルタの方の風景まで見ることができますよということをいたしました。で、逆に東口アルタ側からもこの西口方面をね、何もこう障害物なしに見ることができるというね、もう今後すぐビル建っちゃうと思うので、写真撮影とかするなら今のうちですよ。でということで、この新宿西口界隈をショートバージョンでお届けいたしました。いやー、やっぱ本当に時代とともにどん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 新宿が変わってきますね。この京王百貨店もいずれは建て替えますしね。そして後ろの明治安田生命のところも、まあ新しいビルが建つことと思います。はい、ということでちょっとね、ぐるっと新宿駅周辺を回ってきました。いや、寒いんですよ、まだまだ。だけどね、なんか目の前にこんなものがありまして、しょうがないから、ちょっと喉かいちゃったから、どうじゃないですか、開けますか。うわ、はい、ということでいただきます。乾杯。寒いけどこの麦ジュースが冷えますね。ぐらいですけども、本当にお世話になります。小田急百貨店ありがとうございます、じゃあいただきます。乾杯。うまい。今後ますます大好きな新宿が発展していきますね。そんな姿をこの東京新地図でもお届けしていければいいなと思っております。また次回どんな街を訪れるかお楽しみにしてください。いやー、新宿ってね、何十年も見続けているから、その変化とても敏感になりますけどね。今後もお届けしていきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。東京新地図、お相手はコンタッケでした。京王バスがどんどん来ますね。